左が白黒機体の伊藤元明選手、そして右がエスパーコントロールの堀内誠選手ですね。さあ先ほど白黒機体で見事勝利された伊藤選手ですが、エスパーコントロールの堀内選手はデッキ構成今ちょっとですね見ているんですが、やはり黒の除去とスカラベの神を混ぜた形ですかね、青白コントロールに、ね、あと収集車も入ってますね、講習会の収集車です、ね、あはい、3インチのエネルギーを使ってコントロール進める。 そして歩行バリスタも3枚入っていて、ね、まあコントロールというか、まあコントロール要素もあるんだけれどもと、ミッドレンジ調なデッキそうですね、ちょっとこれはコントロールではなかったかもしれないですね。ちょっとカウンターも入ってる、そうですよね。難しいですね。ああ、そして結構やはりプレインズオーカーが多めに入っていますね。カーン、テフェリー、ギデオンと。なるほど。さあこれはちょっとどんな勝負になるのか楽しみですね。コントロールっていうほどは結構除去が入ってないんですね、多分。なるほどなるほど。やはりちょっとミッドレンジにカウンターを混ぜていったような感じですかね。うん。やっぱりこういうミッドレンジ調のデッキ同士の対決だとテフェリーはすごく強いので、そうですね。この辺で制圧することができればまあ概ね抑えそうですが。さあもう間もなくデッキリストの方もですね、トップ8デッキリストの方も公開されるかと思いますので、公開されたら、見ながらね、ご覧になっていただけると、まあ、楽しめるんじゃないかなと思います。さあお互いマリガンチェック、さあ今カード画像出ていますが、このドミナリの英雄テフェリー、やはり強力なフレンズオーカーですよね。強力なことが世界にバレてしまってなるほど。そのまで使われるとは全く誰も予想していなかったですか、まあ、ドミナリア非常に強力なカード多いセットなんですが、まあ、その中でもウルザのカーンと並んで使われているプレインズウォーカーですよね。下の環境まで影響を及ぼすカードはすごいことになりますから、ね、そうですね両者メナリアシーも入っているデッキですね、うん、結構このカードも診断の注目カードだったんですけど、まあ、結構決勝までどっちも残ってしまって鎖回しめっちゃ強いなと言われてちょっとあれだったかなと思ったんですけど、うん、今回は随分と勝ち組になりますね、うん。さあ決勝戦がスタート、まずは模範的な作り手から伊藤選手攻めていく、結構ダメージを稼ぐ展開になるうそうですね。さあ堀内選手ここでは痛めのアクションはなしと、エネルギーを得て、うん、さあここでアタクトが出てくるかどうかで出そうな感じですね、うん、バリスタ X1 で3点入りますかね。さあこれで、ね、3-2 になって3点スタンダード唯一のパワーは3ですからね、うん、一番ただ一応バリスタが追加だったので、まあ、ヒランやタカリアに比べるとクロックはちょっとまだマシかなというところですね、うん、あバリスタで返して、おー、なるほど。これどっちをやっか戦闘開始まで待つんですか、ね、うん、どうするか待ちましたね。トリガーまで行ったところでバリスタに打つか、うん、作り手に打つか難しいところですね。あ打ちましたね。なるほど。これは模範的な作り手を、まあ、他にもアーティファクターおおむね入ってるだろうということで、うん、2ターン目収集車はエネルギー1個使いながら出して回収する形なんで、うん、次のターンは引くことができないですね。ここで土地が止まってしまったので、うん、そうですね、収集車が処理されるとちょっと厳しい展開になるかもしれないですね、うん、さあ対する堀内選手は2体目のバリスタを出してこれはちょっと、うん、不足処理していきますね、うん、で土地を伸ばしながら、まあ、やっぱり重いマナ行きのカードがやっぱり強いんで、なるべく土地の差をどんどんつけていった方が有利になるので、うん、まあ、即対処ということですね。で1点与えて、さあ伊藤選手、あ、3枚目の土地を白マナを使ってベナリシャ、いいプレッシャーですねこれも、うん、これ拠点でマナベースが不安定なので黒マナの土地をストレートで聞きたいところですが、うん、さあ堀内選手これにどう対処していくか、おー、カーンが出てきましたね思い切っ
ったキャストですね。まあ、回避者はおおむね落ちないですかね、6あれば。で、土地と致命的な人たち。なるほど。これはさすがに、どのぐらい土地があるか分かんないので、どっちにするか。致命的な人推しも、まあ、絶対キャストはされるので、こちらにするか。まあ、セオリー通りそうですね、土地を加えさせて、ヘダプッシュを完備したり。まあ、この間には結構プレッシャーがあるので、うん、じゃあ土地を置ければバリスタの軌道も込みで落とせそうですが、まあ、止まってたので厳しいですかね。さあそうですね、まあ、3点だけ間に入れ、うん、入れましたね。さあこれで中性値が3減って3で目なりし連打です。おお、2枚目。連打すると強いですか。しかし、ちょっとマナ基盤がやばそうですね。これそうですね。結構ギリギリ動いてると。ちょっと引いた土地が平地や霊気拠点だと、かなり不自由しそうですね。収集者も出すことができるので、かなりエネルギー不足から脱することが難しそうですね。さあ、一応次のターンでベナリア氏、3つ目の能力が。13点ぐらい入りますけどね。こうなるとさすがにフェイタルプッシュを回収しに行ってダメージを軽減する形にしますかね。まあ、伊藤さんの視点からだとまだデッキがいまいち分かってないので、このランドのパターンだとまあ互いの漂着とかもありそうなので、まあ、オープンでパスされるとちょっと殴り方も難しそうですね。一生回収してしまうとちょっと漂着ないのかなかも。そうですね。なんか出ているような気もしますね、確かに。ここは回収をしてきましたが、どうするか。まあ、ただ一応漂着を構えてる素振りで行くんなら、オープンエンドになりそうですが、うん、まな、あ、スカラベの神を出していく。いい肉壁ですね。4、3は一応止めて、うん、まあ、でもバリスタの1点で落ちてしまうので。そうですね。これは伊藤さんも殴り方が難しいですね。ベ、うん、ナリア氏のターンなので結構ライフも削りたいし、カンも落としたいしといったところで、どっちにどれだけ殴るか。全部勘に行っちゃうとかなりダメージが全く入らないで、このターンのコンバット終わってしまうので。うん、さあここでベナリア氏、1つ目に置いたベナリア氏の3つ目の能力が出てきて、現在騎士がすべてプラス2プラス1の修正を受けている状態ですね。4-3警戒と。そうですね、うん、スカラベの神が除去することができたら簡単になるんですけど、まあ、土地もちょっと詰まっちゃって、そうですね、3マナ以下では基本マナもないので厳しそうですね。なるべく堀内選手にダメージを与えるか、それともといったところですよね。2つ行けば確実に落とすことはできますが、まあ、それでもう一個は、あ、でも土地を置きましたね、うん、4マナから。おお、着きましたね。ここで排斥有利になりました。で、1個だけカーンに行くか、うん、プレイヤーに全部行くか、13点と1点で残りが2から1になるので、そうですね、うん、あと1点というところまでは行きますかね。こう、お、カーンが放置されてるところを見ると、もう全部行ってますね。さあこの、そうですね、これだと残骸の漂着もバリスターの起動型能力で落とすことができるので、まあ、概ね積みだろうというところでここまで詰める価値があると判断して、うん、カーンを放置したんでしょうね。これだと、まあ、粉状が入っていたらめちゃくちゃやばいですが、まあ、そこはないと思っても、うん、漂着の方が最近は採用率が高いだろうと思って、このような形にしたんですかね。うん、まあ、カーンも場合には触れないで、そうですね、投了しましたね。漂着構えても意味ないから、続ける勝ちなしということで。さあ、決勝戦1本目は伊藤選手が、まずは勝利と言いました。さあ、ここからサイドボードに入ります。ベナリア氏レンダーがすごいですね。うん、強いですね。打点何点ってのも分かんないですからね。さあこの決勝戦で勝利した方が次の神決定戦で岡井選手と戦うことになるというわけですね。伊藤さん、うん、激バチバチですね、なんか。そうですね、ちょっと先ほどとはまた違った感じの、そうですね、すごいアグレッシブな形になりましたね、うん、さっきの赤黒戦の時は消耗戦で展開したの で、だいぶ印象が違う。ガイドボードはどんな感じになりますかね。エスパーコントロール側のカードは、そうですね、残骸の漂着がサイドボードに入っている形なので、まあ、メインボードはないので、うん、岸藤君にボコ殴りにされた形になりましたが、まあ、サイド後はちょっとそれを牽制する形にもなるかもしれないですね。
まあ、先ほどそうですね、岡井さんがおっしゃっていた残骸の漂着が入ってくるとサイドボードから、まあ、入れるかどうかは何とも言えないと思うんですけどね、うん、やっぱりすごいアグレッシブな動きされたんで2ゲーム目はかなり入れたくなるような展開になりましたからね、うん、まあ、ただエナリアシってカード結構残骸の漂着にも強くて、うん、結構1枚のカードの発展アタックで漂着を踏むことができるので、うん、まあ、1枚のカードに対して打たせることができた土地2枚分もらえる分で、うん、まあ、バリスタとかがすごい生きるようになるので、まあ、めちゃくちゃされることもなくケアするアタックがしやすいかもしれない。なるほど、なるほど。どの程度効くか分かんないですが、まあ、ただ作り手スタートしてきたのでもうすごいアグロっぽい感じが出てる、多分漂着は入れそうですかね、多分。2ゲーム目の、まあ、伊藤さんの展開だとか、まあ、ケアして殴るかどうかによって、まあ、3ゲーム目どうするかとか変わるかもしれないですけど、うん、まあ、2ゲーム目は多分入れるんでしょうね、おそらく。ちょっとどういうサイドボードをするか難しいところですけど、あとはエスパコントロール側はラフキャパシェンですか、うん、瞬速4マナ33、はい、のクリーチャーも入ってますが、多分これはコントロール用だと思うんですけどね、ちょっと33サイズだと止まるクリーチャーがあまり入ってないので、ブロッカーとしてはちょっといまいちなので、うん、これは入れないんじゃないですかね、うん、まあ、先ほど伊藤さんは結構消耗戦について宝物の地図だとか、まあ、やっぱり黒いカード、うん、ハンデスが結構こういうデッキに当たりそうなので、その辺のカードを入れて抜くカードはやっぱりちょっと腐りそうな曲とかを抜くんでしょうね、うん、致命的な一押しなら多分当てるところがあまりなさそうと今のゲームでは判断するので、うん、バリスターしか多分見てない形になってるので抜くかもしれないですね、うん、まあ、するとまあ講習会の収集者が残っていたとしたら、まあ結構最初からドローを重ねる展開になるかもしれないです。そうですね、うん、ちょっとね、この最近のスタンダードの傾向といいますか、やはりサイドボードごとからかなり、デッキごとのスピード感みたいなのかなりギアチェンジしてくることが多いですよ ね、 そうですね、やっぱり相手のカードを透かすことによっていよいよエアボとするサイドボードが多いですね、うん、最近は、うん、ただいまスタンダード新挑戦者決定戦の決勝をお送りしております。まず1本目は左の伊藤元明選手が勝利をしています。ベナリアシってカードは結構プレインズウォーカーに強そうですね、うん、なんか多面的なプレッシャーになるんで。そうですね、堀内さんのデッキには、まあ、ギデオンだとかテフェリーが採用されてますけど、まあ、これらのカードのまあ、プラス能力だとかマイナス能力だとか、まあ、1個しかカードを対処することができないんで、まあ、面展開に対してはすごい守ることが難しくなるので、この辺に対してベナリア社は結構有効そうですね。クレンズオーカーを安定して着地させることが難しくなってしまうので、まあ、伊藤さんの悪意の騎士は結構そうですね、結構有効そうですかね、うん、ギデオンとかに対して結構強いので、このカードが結構ダメージを稼ぐ展開もあるかもしれないですね。お互いベナリア氏を採用しているデッキですが、うん、まあ、伊藤さん側の悪意の騎士はそのベナリア氏に対してすごい強いので、確かにそうですね、3人先制攻撃のボディで4、3が止まってしまうし、うん、こっちが解放した時の5、4っていうのは向こうは全然止まらないので、うん、このカードも活躍するかもしれないですね。悩んでますね、やっぱりどういうプランでいくか難しそうですね。やはり大災厄なんかはかなり入れているように見えますね。やっぱりコントロールっぽい動きをしていたので、うん、バリスタとかが見えたけど、まあ、エディクト生贄モードで打ってもまあ1対1効果もできそうなので、うん、特に堀内さん側からベナリア氏がおそらく見えていないと思うので、うん、そうですね、そうですね、かなり生贄モードが有効そうに見えて採用しそうですが、うん、まあ、意外とベナリア氏で透かされるかもしれないです。そうですね、やっぱハンデスモードで打つとコントロール以外に対しては3マナのテンポゾーンが大きいので、うん、大災厄ってカードも黒いデッキのサイドボードも常連になってますから、ね、うん、さあそして堀内さんのサイドボードにはこの大災厄を交わせる菌類感染というそうですね、このカードさすがにテックカードが入ってるんですが、まあさすがに入れてそうだと思います、うん、作り手を見たんで作り手に対してはすごい強いカードで、まあ、大災厄がやっぱ常連ということも認識してて、うん、まあ、それに対しても強いから、うん、おそらく見られる気がしますけど、ね、必殺の菌類感染がいや
これで作り手処理ながらなんかエディクトを避けたすごいですよね。うわーってなりますもんね。もう間もなく決勝戦2本目がスタートになります。先行は先ほど敗北してしまった堀内さんですね。スタンダードはサイドボードが難しいですからね。なんかうん、おそらくエスパーコントロールというのは伊藤さんは構築段階ではまあ想定してるくらい流行ってるんですかね。どうなんだろう。どのぐらいサイドボードがある程度できるような状態になってるか分かんないですから、ね。さあ堀内さん、ちょっとちらっと手札見えたんですが、やはり先ほどとはガラッと違った形になりそうな手札ですよね。ベナリア氏、そして講習会の収集者などもあります。これは、伊藤さんが助教を抜いていたとしたら暴れ、あーでもディルス入ったらベナリア氏が落とされ、お結構でも土地が少ないところを講習者が引けるかどうかって感じになりそうですね。3マナのプレッシャーになるステルがギデモンとベナリア氏2枚あるんで、まあどちら落とされてもそれほど辛くないし、助教も2枚あるんでディルス自体はそれほどという感じですが、まあ、この講習者が残ってドローを与えてくれるかどうか次第でしょう、ね。これ、まあ、伊藤さんの手札にもよると思うんですが、ここで抜きたいのはどれでしょうね。結構選択肢が4つあるんですが、ギデモンにプレッシャーがかけれるかどうかでギデモンかベナリアシカが決まりそうです。まあ、助教に関しては、まあ、どちらも打ちどころ選ばせやすいカードなので、キランゴとかだったらプッシュは結構透かしやすいので、うん、そうですね。3枚のカードから抜いていくか、まあ、スクリューにつけ込む形で講習者に触れるんだったら、もしかしたら除去を抜いて最初からアタックしてダメージを取っていく形にするかもしれないですね。ただまあ3マナだとさすがにキャストされそうなんで、うん、ブロッカーとして優秀なんで、おでも除去を抜きましたね。まあ、結構殴り気を感じる選択になります。そうですね、講習者が出てエネルギーが1まだ引くことができないので、斉藤選手2ターン目はキランゴがあるとしたら、そうですね、封じ込めが当たらず、致命的な一押しが当たるカードなので、まあ、それはプッシュを抜けば実質除去を全部引っこ抜いたことになる。キランゴが出ると大きそうですが、何が出てくるか。収集者をどうしようかというところですね。アリスタアバリスタで除去しに行きましたね。とりあえずスクリューしているところに引かせるのはまずいということで、うん、まあ、まず除去からで、これで土地がなさそうですかね。ドローがテフェリーだったように見えますね。5マナ源すらないし5マナ、そうですね、ちょっと不愉快ですね。でバリスタを1で置いて、とりあえずお茶を濁す形、3マナのカードは多めにキャストできそうで、まだプレッシャーがない状態なので、まあ、それなりにゲーム耐えることはできそうですけど、封じ込めはもうキャストができる状態ですし、ここで伊藤さんがなんか対処の難しいカードから攻めることができたらいいんですが、悪意の騎士、これは封じ込めを食らわないカードなので、あ、なるほど、だから致命的な一押しを落としたんですね。なるほど、なるほど。でサイクリングで土地を探しに行く、おー、レッキ拠点、ね、一応色マナもサポートできる土地なので、うん、なかなか悪くなさそうです。アンタップインですが、まあ、封じ込めは打つことができないので、とりあえずはパスしかなし、さあこの悪意の騎士、そうです、この悪意の騎士すごい効いてますね。ギデオンを出したとしてもプラス能力で触ることができないので、ギデオンが出しにくくなってベナリア氏でもブロックできず、封じ込めも当たらないと、プロテクション、プロテクションではなく白からの呪言の部分がめちゃくちゃ効いてますね。そうですよね、これはかなりギデオンに強く出れたので、確かにプッシュを落とすのはいい選択でしたね。2ターン目に展開するか、バリスタを展開するか悩、展開して収集者を除去するか悩んだ形だったんでしょう。白いパーマネントがまだ出ていないので、これは2点で、ここでどうなるか。さあここで伊藤選手展開していくか、
キランの新囲碁か、あ、2体目から行きましたね。そうですね、キランも多分手札にあったような気がするんですけど、そうですね、リデオンとかを透かすために一貫してこちらから行っていますね、うん、でベナリア氏を張りますが、うん、ちょっと悪意の騎士の、うん、なんならパンプしましたね。そうですね、なんなら3人になりましたね。通りが良くなったんでこれはかなり刻めそうですね。あと3ターンで18点削ってもいいぐらい、うん、でキラン号まで出されたらかなり封じ込め見られたのが痛い展開になってしまいますね。ここで先制攻撃の3-2になってますね、この悪意の騎士。もう1個トークンが出てもまだ止まらないので、もう1個トークンが出ると一応はダブブロで止まるのか、相当リスキーですけど、6点入って残りが12、かなり押していますが、そうですね、伊藤さんが1ターン目強迫、2ターン目バリスタで3、4ターン目悪意の騎士なんで、こっちも土地が止まっているんで、うん、逆に堀内さんの方が順当、あでもキランを出しましたね。これはちょっと除去が何もないのでかなりダメージがやばくなってきましたね、うん、で、まあ、ギデオンを出してキランを対処する形にするとちょっと、うん、ギデオンへのアタックをどうするかが難しいです ね、 そうですね、ダブルに入ってしまうと除去を打たれると騎士トークン全て失うことになってしまいますが、うん、とりあえず暇だから1個は投げとくかというところですね。ただまだ堀内選手ここから、そうですね、うん、展開していって大爆発もありますからね。フリーとかを展開して、しかしマークイの騎士がなんか止まる見込みがなさそうですね、このままだと。そうですね、残骸の漂着とかが引ければ、うん、マークイの騎士は一応除去できるんですが、うん、それを4マナオープンで返してしまうと伊藤さんもケアして殴りかかってくると、そうですね、そうですね、伊藤さん今土地止まってますからね、ちょっと漂着で1枚とかの土地を渡すのもしょうもないですね、うん、トークンでアタック、バリスタも行くかどうか考えてるんですが、行きましたね、どうせブロックしないだろうということで、なるほど、3点で、どうなるか。さあこれで堀内選手土地を引いてパスしましたね。なるほど、開けて4マナオープンで、これはちょっと伊藤さんとしても漂着が頭にちらつくところですが、うん、もしかしてハンデスを引いている、そうですね、大災厄を引き、ね、気になっている、これは確認してフルパンの形になりそうですね、せっかくオープンしたのにやられてしまったなというところですかね、これは。やはり黒いデッキやサイドボードが強いですね、決しました。テフェリーギデオン封じ込め出社、うん、収集者もギデオンもちょっと我慢してオープンしたところに、なるほど、つらいですね。3マナの判定さテンポが悪いですが、まあ、実質トントンといったところでしょう。これだとバリスタにしかマナが使う先がない、うん、でバリスタもまあ2でもう悪意の騎士1枚落としに行きそうですかね、これは。そうですね、いや封じ込めが一貫して腐らせられてしまっているのがつらいですね、うん、せっかく除去としてキープしたのに。ですは何落とすか結構難しいですね。収集者は今のところ勝負にあまり関わらなそうなので、うん、まあ、そこを無視するとして、封じ込めが当たるクリーチャーを後で出すならば封じ込めですが、人造か2種が、うん、こちらがいいか悩ましいですね、これはかなり、うん、このまんま伊藤さんが押し切る展開になるんだってたら、まあ、ギデオンが一番キランを止めることができるし、うん、対処しないといけなくて悪意の騎士がアタックに行くとなると時間を稼がれてしまうので、ギデオンを攻め切るなら落としそうですね。そうですね、テフェリーの付き合うようなゲームにはもうなんないからいいかということで、うん、で、まあ、キランと悪意の騎士で悪意の、あ、そうですね、ダブルブローで落ちるのが確定しているのでもうマナがないからブロックはされるだろうということで悪意の騎士はアタックせずですかね。そうですね、
マリさんを2位にしました。さあそしてここで堀内選手のベナリア氏の3つ目の能力解放します。プラス2プラス10、そうですね、これの発展アタックも嫌ってそうですね、殴らなかったんですかね。さあここで 4-3 になったんですが、伊藤選手の悪意の騎士、これが3人繊細攻撃のため非常に殴りづらい状態ですね。これでバリスタ悪意の騎士に使ってしまってダメージレースを挑むか、デフェリーのマイナス能力が当たらないのも結構効いてますね、悪意の騎士は。デフェリーも封じ込めを持ってる時にプラス能力から入ってそのまま構えるという動きがすごい強いんですけど、まあ、こいつらどいつも封じ込め当たらないんでちょっと維持できなそうですね。まあ、なんならライフを詰められそうですね、そんなことしても。タップインですね。タップインなんですね。これはもう手札全部透けてる状態なんで、そうですね、爪将棋のような感じになってきましたね。ネギでも落とされてしまったので封じ込めとテフェリーと収集者ですか、ですね、収集者をチャンプブロッカーとして出すぐらいしかやることがなさそうですね。さあ堀内選手非常に悩ましいですが、選択肢が他にないのでやむなく、そうですね、収集者はエネルギー差し引き1で、あ違うか、黒マナはあるんですかね。あそうか、バリスタにマナを注ぐかどうかですね。なるほどなるほど、なるほど、なるほど。封じ込めは全く構える意味ないの、実質チャンプブロッカーを出すかバリスタを育てるか、バリスタを育てて2点打てば、まあ、バリスタがチャンプブロッカーにはなっているので、大差ないぐらいの選択な気がしますね。とりあえず黒騎士をなんとかして落としていかないと、もしかしたらクリーチャーがなければキランゴが動かないというか、まあ、黒騎士が殴れずという形になるかもしれないし、ベナリア氏のターンなのでダメージも稼ぐかというところですか。あでもそのまんま打つ流れですかね、これは。お打っていきましたね。1点でその後に、あもう打ちましたね、打ちました、ね、なるほどで8点アタックで残りが9。すごいですね、ベナリア氏のアタック1回通るだけで、そうですね、ドンって感じですよね。ダメージレース的には僅差になってるけど、ちょっと次のターンからまた 2-2 のトークに戻ってしまうので、まあ、でも伊藤さんがまあなんかフルパンしようもんだったら意外とダメージレースになるかもしれないですね。そうですね、状況1個でなんかずらされたりしたら、もしかしたら差し切る展開になるかもしれないですね。さあこれでライフが9対8とかなり僅差になってきましたが、伊藤さんもまあ土地止まってたところに4枚目のランドを得たんで、まあ、手札は結構いいスペルがあるんじゃないでしょうかね。さあ、高り見えますね。あでもそのまま乗ってアタックしましたね。これもダブブル押されるから結局、なるほど、あんまり悪意の騎士で殴りに、でもブロッカーとして立たせるのも悪意の騎士の方がいいような気がしますが、このターン何をするのか。さあこれで堀内選手のライフが4と、リア収集者と行きましたね、一気に展開。これはやはり次で殴り切るという、そうですね、キランゴの通りが良くて、テフェリのマイナスを強要している形になってそうですね、まあ、テフェリマイナスした後にどうなるか、4なので、まあ、どっかしら1個は通せる形になってますね、意外とやっぱライフが詰まってきてるのも効いてきてるかもしれません。キランゴをマイナス能力で飛ばされると騎士トークンのアタックが入り口の収集者とブロックできないタカリアだけになってしまって、下手したら6点とか通ってしまうと、ダメージレース的にも難しくなってきましたね。堀内さんも4ながら1個は通せる状況ですから、さあちょっとこれテフェリーのカード数出せますかね。今堀内選手のある手札にあるテフェリーですね、連続化、このマイナス能力ですね、マイナス3能力はこれはもう土地でないパーマネントも本当に何でも対処できるんで、特にまあコントロールだと置物エンチャントとかカウンターしないと排斥とかでなんか裏目のある除去になりがちだったところ、まあ結構カウンターさえできれば後腐れなく除去になるので、かなり万能な能力ですが、封じ込めがある形ですね、封じ込めが当たるクリーチャーが2体出てきたので、まあ、ただプラスして2個起こすだともキランで負け確なので、マイナスしか選択肢がないですかね。
ライフは3。そう、なぜか3になっちゃってますね。3ですか、3ですか、うん、3だとちょっとマスブロが多いですね。まあ、一応収集者は1回倒せるけど、うん、でもマイナスに行きましたね。まあ、それはしょうがないですね。見えてるリソースでも積みが分かってしまうので。では2、1ブロックすると2体必要ですが、アタックすれば1体で済むので、まあ、警戒とりあえず殴って相打ちになっても、うん、かということで、アタックしましたが、これだと除去1枚でブロッカーが2体に、2体から1体になってしまうんで、3点1個取って、積みまでいっちゃいそうですけど。うん、さあ、これで、ライフが5。伊藤さんは除去さえあれば、もうおおむねブロックして、そうですね。積みに持ってきそうですが、除去がなかったらまだ、ゲームは続きそうですね。するとダメージレス難しいので、うん、悩んでるところですかね。さあまだちょっと4点は通ってなさそうな感じですね。ブロックするか考えてるのかな、通ってるのかな。これでも9、そうですね、まだ9、そうですね、まだ9ですね。ブロックがまだ考えてる状態。あ、なるほど、ですね、収集者のドローで引いて3になってたりです、ね、なるほどなるほど。もう1点もしかしたら痛いかもしれないですね。そうですね。まあ、いい打ちで、うん、打ちこれはもう爪が見えているのでしょうか、どうでしょう。さあ除去があれば勝利となりそうですが、どうでしょう。まあ、何にしてもかなりいいブロックですかね、うん、タカリアは帰ってくるし悪意の騎士は一方なので、次のターンも同じようなアタックを仕掛けることがさらちにできるので、うん、まあ、テフェリー放置しても1枚引かれるだけですから、うん、まあ、除去はなかったが、まあ、まあ、そんなしないアタックなのでいけということで、まあ、まあ、実質チャンプチャンプのようなのですね、うん、タカリアというカード強すぎて。おお、ここで霊剣の収集艇、こっちも、あ、でもタップインですか、まあ、こっちもあると、うん、これもパワー3なので両対称ですね。これもさあ何か、うん、一応ベナリア氏を引いたので、一応ブロッカーはできたかな。クイーンの騎士に対してのブロッカーがあって、封じ込めで、収集艇も一応対処できるし、まあ、もう一個ちゃんとブロッカーも出てきたんで、うん、これは耐えてテフェリーの分でワンチャンができてくるかもしれないですね、うん、これはかなり耐えそうな感じになってきましたね。あ、そっか、テフェリーで2マナを切るんですね。そうですね、で封じ込めも構えることができたんで、ついに封じ込めが生きてきましたね。生きてきましたね。ついに生きてきましたね。ここでハンデスなどを打ち込まれなければというところですが、意外と耐えてますね、うん、しかも伊藤さんのライフも7ですからね、意外とベナリア氏解放で差し切るかもしれない。ちょっと逆転の目が出てきてますね。そうですね、うん、テフェリーってカードマジでまくりますね、このカード強いですね。もうさっきのターンやって戻して、だから今の伊藤さんのデッキトップがキラン号で確定な状態ですかね、多分。なるほど。このキラン号に対してまあ処理するカードを2ターン以内に引かないといけないので、まあでもテフェリーで結構掘り進められるんで、何かしら見つけることができればちょっと固められそうですね。なんかちょっと除去を引いたように見えたんですが、うん、さあ、正月戦、大罰の天使テフェリーを追放、これはかなり、うん、完璧な感じですね。そうですね、これ封じ込めテフェリー返すために打つと、うん、まあ、死んでしまうため、もうこれは封じ込め使わせるためにアタックした形ですね、うん、これでも収集手はマスト除去になってしまいます、うん、これは頼みつまのテフェリーまで行ってしまって、やばいですね。これ使用罰の天使をどうにかしないと、まあ、とりあえずこれはもう見えてるから打つかということで、うん、まあ、チャンプブロックにしかならないですかね、パワーは3あるので。そうですね、で、まあ、収集車でドローしてなんとか解決策を探そうということで、まあ、騎士と組んでブロックにしようかな、うん、
そうですね、ダメージレースしてもまあ7だとちょっと削りきるのはそうなんで、早く解決策を引く形で、まあ、これも処罰の天使除去れたらまだ結構分からなくなってきましたね、うん、トークンを出してきて2枚ドローしてここで対処できるかどうか、うん、さあここでライフが2、カーンかな、あれはカーンはかなりやばそうだな、そうですね、プレインズウォーカー引いたようなカーン、わーカーンステップ、これは強いぞ、どういうめくれしても大体ダメでしょうね、うん、おーベナリアシンダメですね、ここで投了と押し切りましたね、はい、はい、というわけで第11期スタンダード新挑戦者決定戦、優勝は伊藤元明選手でした、おめでとうございます。